一歩のストライドが大きく上がるから一歩の加速と二歩目の加速は絶対変わる。何か準備をしてから加速を自分で作ってからじゃないとスピード出ませんダメなの。一瞬一瞬で出さないといけないでしょ。これ一瞬で出す練習だからこういうトレーニング自分の一瞬の力を発揮するトレーニングをしてないと自分がせっかく100の力を持ってても多分70とか80しか出さないな。なぜなら出す練習してないな。それそうじゃん。練習しないとできないでしょ。サッカー練習してるからうまいでしょ。リフティングで練習したでしょ。ちっちゃいから勝手にできてないでしょ。これも一緒なのよ。出力を出すっていう練習をしないといけない。でもみんなやらないなぜか。それは出せるわけない。だから自分が持ってる100持ってても、もしかしたら80とか70しか出してないかもしれない。それを出せるように練習する。だから止まった状態、膝つけて止まった状態、すね倒せよ。ポイント聞いといてね、すね倒す。もう前に行く準備作っとくから。そしたら思いっきり真上に飛ぶから、勝手に前に着地するから。で、腕もあ、どうですか。で、思いっきり押して。いくよ。気合入れるわ。急げないからね。いくよ。